富田康二郎昭和13年3月23日は、日本の新聞人、政治家、第32代衆議院議長、総家は渡航した。1872年10月1日、高知県秋郡川北村に生まれた。川北小学校を出て芸用学者卒業。秋地方の教員になる。1887年代末。 コロ土チ新聞記者になり日露戦争の従軍記者に選ばれたが、土曜新聞の内紛により退社。1904年9月同士、岡本方春、野中久吉、杉林三郎、藤戸達五郎と高知新聞を起こし、その主筆となった。対抗士土ヨ新聞と筆を競いつつ、次第に、聖望を保かめた。1908年第10回衆議院議員総選挙に、 故郷の高知県から立候補して初当選。その後も、第14回を除いて、毎回当選、腐敗の選挙地盤を構築する。当席は、県政本党立憲国民党立憲同士会、県政会、立憲民政党と変異し、それぞれの時期において、党の重要ポストに就く。民政党の総務や幹事長となると、党内外の取りまとめや交渉に、 独自の手腕を発揮した。1931年に民政党を離党し国民同盟の結成に参加したが、ほどなく民政党に副党、1933年党の常任顧問になった。また帝国通信社、日本高速度校、日本防止機等の各社長になる。1936年5月第32代衆議院議長に選ばれる。 在職中の1938年3月23日、67歳で没した。日本においてバスケットボールの普及と発展に尽力した富田武郎は孝次郎の息子である。ありがとうございます。